あれ。ちょっと待って。今。ホタみいなかった。<ー>よろしく頼むぞ。三。二。一。さあ、あけびちゃんね。第十一話になりますかね。もう。うん、そう、夏服になって。リリー。 この子もな、可愛いんだよな、喋り方。いや、もう、この机にこのしゃがんで喋ってる子好きだわ、俺。いや、走ってギリギリだったね。遅刻しそうだったじゃん。珍しくないで、また汗だくうん、なんかあったのかな 先生の名前タブルだった。あの先生はまたそのうちなんかあんのかなああ、高野菜。うん。いや、楽しみ。小城さん。みんな来てくれんだね。うん。てか、ここのメンバーにもリリがいることがちょっと驚き。 うん。なんだエリカ。どうした今の。エリカか。うん。なんだろうね。あ、ピアノここで。うん。あっちゃった。 ああ、また爪切ってる。いや、どういうことかなピアノさっきの高野菜でピアノ弾くとかうーん。いいね。いいですね。エリカエリカけど俺、おろしてる時の方が好きかな。うん。 なんかすごい幸せそうな表情で。え何ああ、そういうこと。要は、アケビちゃんの後ろで弾きたいってことなのか。高野菜の。うーん。いや、やってよ、ちょっと二人で。うん。 弾けますね。うん、だからあれだね。あの音楽室の。うん。あ、ピアノあるよね。それ、それ。見たい。あー、それがあれか。このアニメのラストになりそうだね。最終話に。 でも、今日やんのかなもう,うん。いや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 、アケビちゃん聞いたら絶対喜ぶよ。うん。いやー、エリカ悩んでんのかうん、驚く。 お菓子でごまかす感じ。もしかしてこの空気を。いや、しかもまだ食事中でしょ食べるんかいもう食べ終わってたもう食べ方可愛いんだから、ちょっとついちゃって。<laughs> 同じようなことを思ってる、これは絶対に。いや、ほら、まだ食事中じゃん。食事中にクッキー食べれます皆さん。うわあ ドキッとしちゃうね。うん。いや、やって、てか、この格好で食堂に来るって。<laughs> まあ、下履いてるんだろうけど、ちょっとセクシーだよね。いや、だから、本当にあれだ、最初何かなと思ったけど、なんか演劇部のその踊りそれに合わせるんだろうな、伴奏を。 で、これが、まあ、僕の予想だと、今週じゃなくて来週の大取りになるんじゃないかと思うんだけどね。今週はまずあれなんじゃないその荒野祭の前の本番はその、えっ、ー、と、文化、文化祭じゃなくて、えっ、ー、と、運動会っていうのかな体育祭か。それがあってってことでしょ いや、どんな感じになるかね。いやー、てか、もう終わっちゃうんだ。いや、てか、キャラが多いからさ、なんか全然あれだよね。その、一人一人の、なんて言ったらいいんだな扱った時間も短いし、もっとめっちゃ見てたい。いやー、俺、ホタルとか、もっと見たいんだけどな、辰森さんとか。 リリーホタル、タツモリさん、ウサギハラさん。いや、先週の小僧さん。いや、みんないいんだよね、結局。いやー、ほんとに。さあ、同じ時間、みんなと。うん。バレうん超えなかったえ 意外と得意じゃないのバレエとか。あけびちゃん。ああ、やったことないのか一人であれだったから。<laughs> いや、お前も、<laughs> 目閉じちゃダメだろ。<laughs> わしおざのワきキいや、かっこいい。いや、ジャンピングって。おうおうおう。あ <laughs> ダメだ、こりゃ。<laughs> うーん。これは市場さんかな今の。いや、この、 まくるのいいよね。いや、てか、和ッさんマジスタイル良すぎ。<laughs> かわいい。<laughs> うん。うん。最後の種目か。えー、バレーボールの合宿って、学校の体育館が借りれないともう無理ゲーじゃな うん。うん、一人でのね。いや、いいな、こんなとこで帰り道喋れるなんて。え、なんかあんのかええ <laughs> ちょっと待って、体育館小森小森のおばちゃまくらいしか知らないけど。先生って言った。 うん、かおちゃんかわいいね。見守ってて。あれか。卒業した学校の先生か。体育か。使ってないんじゃない生徒いないし。だから空いてると踏んだって。いや、てかめっちゃいい家。まあ、田舎だから家は広いのか。そういうことかな。んー うん。いや、だったらもう、かおちゃんとかも連れて行ってほしいわ、小学校なら。嬉しい。うん。先生、わー、なんか。うーん。いや、先生、やば。<laughs> うわうわ、ちょっと待って、やめて。あ、うん、目がぐるっとくる。もう今日 t 6だけでも目が痛いのに <laughs> いや。もうやめて。もう今日は泣きたくない、もう。 いやこんなシーンなのに俺今、あけびちゃんの脇見えちゃったとか思う俺も、ほんとクズだなって思うわ。<laughs> カムちゃん可愛いとかさ、話に集中しろよ。<laughs> オッケーでしょ <laughs> こんな感動的になるなんてかい体育館借りるだけで。<laughs> うん。え、ああ、来れないの。 だから、今、アケビちゃんからみんなに連絡してくれてんだろうね。うんまあそっちに参加行きたかったってことだ。ああ。うん。申請書申請書なんの休む気なんじゃない 違う部活。なんだええっていや、来るでしょ、多分今の。と思いたいんだけどなーあーで、こっちはこっちでね、ピアノ頑張ってるんだな ウさギハラさん意外とあれだな。みんなのね、動いててすごいね。うん。ああ、ニャンニャン飼ってる。<laughs> みんな動物飼ってる。てか、でけえ。家で飼うサイズ。ああ、持ってくからねって。当てた、あの、マグロ。 結局何人くんのうん。け、みんなでやるって言っても相手とかがね、ああ、かおちゃんは行きなよ。ダメああ、そのパターンあるよね。遊びに行くんじゃないよって。俺も姉ちゃんによく言われたわ。うええー、<laughs> かわいい。 いやあ、これは連れてってあげたいかも。今の聞いたらさ、小道的にもあるでしょさ始まりました。あーもう当日ん <laughs> やりてー俺もそれ。ちょっと。 と、ちっちゃい子ってね、このほっぺたほんとかわいいもんね。俺も散々やったな、姉ちゃんの子供の。うん。あ、ここには来てくれる。あ、いるじゃん。ああ、だからやっぱ、休んだんだな、きっと。いや、てか、背高タか。うん、おきいね。えあ、ショックだったの あ,あ、違う、カオちゃん。あ、そういうの好きなちっちゃい生物。<laughs> やっぱり <laughs>。うん、バス乗って。うん。いやー、ほらね。あ、外出届け。いやいやいや、こっちね、真剣だってことだよ。 いや、かっこいいな、和尚さん。喋り方。うーん。いやー、かお <laughs> ちゃん、外の景色見て。<laughs> うん。じゃあ、優勝しようぜ。あー、学校 いやー、いい校舎だ。いや、俺もこういうところに行きたかったなー、学校。うーん。<laughs> 案内されてー。<laughs> 先生。いやー、友達たくさんできましたよ。 いや、いいね学校の体育館、貸し切りで使えるの。まあ、一通り揃ってるけど、ずっと出番なかったんだろうな。うーん。いや先生。ああ、みんな。 いいよ、いいよ。<laughs> 本気だわ、ょうさん。<laughs> いや、前回のテニスのあるといいさ、マジで、もうそのスポーツ系やれば、もうめちゃくちゃいい作家じゃん。あー、かわちゃん、応援してる。あー、ナイスそのガッツ大事です。 いや、ワシオさんの玉すごい取るの大変そうだけどね。ああ、やっぱ、アケビちゃんはね、こういうのになると。ええ <laughs> まあ、けど、それくらい運動神経がいいってことだよ。うん。楽しいんじゃないうーん。<laughs> <laughs> やばいてかかっちゃどこにいるの <laughs> どこやって乗ったんそれ乗っけてもらったのか <laughs> うん。いやー、いでるんだ。いやー、引き締まるな、和尚さんがいると。アタック おお、すげえおぉあーけど、けど、このアニメにしゃ攻めてるね。いやいや、けど女性しかいないし。かわい,い。い <laughs> いやいや、やってやって、もう脱い出して寝かして。 <laughs> いや、いいねー下も下はどうなってるんだいやー、見せておくれよー。ええいやーけど映らない。こうなると映んないんだよね。<laughs> 美味しそうな。これ誰が用意したんだああ、梅、あれだね。梅干しじゃねえよ。みかんは言ってたな。 アケビちゃんちか。また。後半戦。怪我とかしないといいけどうーん。いいね、ツレション。いや、こう、使ってない学校の道具とかってあれだね。 なんか使ってあげたくなっちゃうね。うん。そういうのあんのね。いや、だからこの近くでは、この姉妹しか通ってなかったってことだ。 いや、そのために運営されてる学校ってのも、日本すげえわ。まあ、けどこれからどん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 学校は少子化で閉まっていくんだろうな。あ、先生。うん。いや、もう見に行って見に行って。 もう最初で最後なんじゃないこんな人が入って足音が聞こえるの。キュッ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 。あれちょっと待って。今、ホタルいなかった気のせいか白髪のけど、あんな子いないよねん待って待って待って。みんな来たのかなああ。増えたんだ。 えで、全員来たのもしかして。えちょっと待って。え全員じゃないそんなことないえー、いや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 。いい、今回のお話。いや、こんな感動しちゃわないねえ、やべえ。 ええー、こういう話は弱いわ <laughs>。いやー、熱い、いい話。もう、うさぎ原さん大好き。いい仕事したわ。うーん。やっぱ、これくらいの人数いるとあれだね。なんか、映えるね。体育館が。あー、いなかったか。こっちのね。 うん。頑張ってるんだね。うん。うまくいってないの。まあ、けどね。へこたれないだろうな。うん。しかも、アケビちゃんが喜ぶようなさ。 やっぱこれが最終回になるね、うん。体育祭やりつつの高野祭か。次回は。うわぁ、いい家だ、また。いやぁ、かわいい。もう、この二人が一緒の家にあんな近くにいるなんて信じられない。かおちゃんとオタルが。もう大興奮だ、おじさん。ちょっと <laughs>。うーん。 いやあけちゃんのダンスとか絶対すごいだろうなあの抜群の運動神経まあこれを思い描きながら弾いてるんだねエリカは <laughs> すごすぎるいやマジでもう86 くす、着せこい、この、アケビちゃんのこの流れやばくないねえ、土曜日。うっしょ。いや、早く本番で見たい。うーん、もう6対6で練習できるなんて、これ何としても優勝してもらわないと。 あ,あ、お風呂あっ <laughs> かおちゃんうんねできるといいねさあ本番やらないかなこれで終わりかなんだ ああ、決意の一歩。ああ、踏み出して終わりパトゥーンね。あるよね。それも。いや、今回のエピソード、一番僕好きです。今までの中で。この体育館が、誰もいない体育館、いつも普段使われない。もしくは、かおちゃんが一人で遊んでる。もしくは、その、あけびちゃんが無さかし一人で遊ぶしかできなかった。その体育館が、 卒業したキビちゃんが友達をたくさん連れてくることによって、もうどれくらいぶりに賑やかになってっていうのをさ。で、しかもそれをカオちゃんがまた最後に卒業する廃校になるまでに、なんかそういう人がいっぱいいるのが見れるね。もうこのエピソードがやばかった。もうウサギ原さんマジでないっすっていう感じ。一気になんか株が上がったわ、あの子の。 でうさぎ原さんは本当にさ、今回その、今、クラスのみんなも呼んだとか動いたりとか、すごいしっかりした子だね。普段ちょっと、おふざけがあってさ、前に慶音のりっちゃんとかに例えてたけど、りっちゃんとはちょっと一味違うわ。いやもう、あとはあれだな、エリカちゃんの方の、こっちのピアノね。 あれ、まあ、うまくできるようになってもらって、また、あキびちゃんとね、まあ、どういう、その、舞台になるかですな。はい、というわけでね、まあ、今回のエピソード見させていただいたんですが、皆さん、の今週、エピソードに対する感想だったり、僕の役者に対するごメントお待ちしております。以上、動画部とツッコミしました。バイバイ。